毎週木曜日のこの時間は、飯田和夫のブラッシュアップです。さて、中国で先日起きた殺傷事件について今日は取り上げられるわけなんですけども、江蘇省の蘇州で先週、えー、6月の24日ですね、日本人の 母親、そしてそのお子さんが中国人の男の、はい、に刃物で切りつけられましたそしてその親子に命の別状はなかったんですがやはり男にその男に刺されたバスの案内係の中国人女性が亡くなったという痛ましい事件ですこの事件から今日はその中国社会そして中国の国家体制を考えていくとということですね、はい、あの実はここ数日新しい動きもあったんで紹介したいと思います。あはいええ、まずあの蘇州っていうのはですね 日本人でもよく知られた観光地で、水の都。そうですね。えー、運河が街中に張り巡らされて。はい。まあ、日本でも有名ですよね。で、まあ、上海にも近いこともあって、日系企業の進出も目立ちます。<ー>まあ、事件の概要から、もう一度説明したいと思います、はいえー。お母さんと就学前の男の子が、まあ、日本人学校からスクールバスで下校する児童。つまり、あの。えー 自分の子供、はい、またお兄ちゃんを待ってたんですよねでバスが到着すると、えー、男は突然刃物を取り出して、えー、この母子に気ぃ付けたということですで二人は怪我を負ったとで男はあのバスの案内係の中国人女性も刺しましたで、まあ、男は取り押さえられたんですが、えー、まあ,あ ですね、あの実はこの男は、うん、蘇州へ出稼ぎに来ていた、えー、52歳の男で、えーまあ、犯行当時は失業していた仕事がなかったということらしいです初め聞いた時も驚きましたけれども、母子、えー、お母さん、お子さんには命の別用がなくて、まあ、少しそれに関しては安堵しましたけれども、ただ一方で、案内係の、ねね、女性は、その後、亡くなったっていうすね。聞いてね,でね、はい、この女性はあの蘇州市内に住む名前でいうとこう、 コユウヘイさん、54歳の女性でした、子さんはバスに乗り込もうとする男を阻止して被害に遭いました。で、まあ、児童や生徒たちは自宅と日本人学校の間の登下、まあ、校にスクールバスを使っているんですよね。でバススには中国人スタッフも 天井していた、道場していた、まあそれが被害にあった子さんだったわけです。はい、うんうん。家族一緒に海外で生活する日本人がまあ今回そういった事件にあったっていうことですけども、はい、そのお父さんお母さんと蘇州ですら暮らす子供たちっていうのは現地の日本人学校に通ってるっていうことですね、はい。そうですね。あの滞在先に日本人学校がある場合、多くの日本人はやっぱり日本人学校を選ぶんですね。うんうん、文部科学省によると、今年4月現在で えー、文科省が認定した、まあ、在外の教育館、まあ、日本人学校は世界50の国と地域に合わせて 94, <ー>94の日本人学校があります。で中国にはこの蘇州も含めてなんと15のあそんなに15もあるんですよ、えー、日本人学校は、はい。えー、で主に小学生と中学生を対象にするんですが、えー、まあ文科省から派,派遣された日本人の教員によって 基本的にはまあ子供たちは日本と同じ日本国内と同じ教育を受けることができますねはい。ただまあその国によっては治安も違いますからそれぞれの問題ありますよね。ねで特にまあその子供たちの安全を守るっていうのが最優先になってくるわけですよ、ね。あその通りだと思います。であの私の体験で言っても中国は比較的実は治安がいいと思ってます。<ー>ただあの点在するあちこちにある自宅と<ー>、えー、日本人学校の間はスクールバスを利用するケースが多いですね。<ー>ただ、ね 中国にある日本人学校だからっていう、まあ、特殊なケースもやっぱりあると思うんですよ。どういういことですかそれは、はい、あの日本と中国の関係が日本人学校の運営にも影響されることがあるんですよ。日中関係があの悪くなると、はあ、まあ中国社会で反日感情が高まってくるとでかつてありましたよねあの北京や上海のような都市部でも大規模な反日デモがてありました。 で大使館や領事館さらにあの、うん、日本系の企業のオフィスや店舗が破壊されたよね。はい、でそんな状況になれば子どもたちは、まあ、日本人学校に登校できませんよね。うんうん でそうするとその、陶芸校に使うスクールバスも標的になる可能性、危険性があるので、うん、バスの運行ができなくて、学校が臨時空港になる、こんなケースがありました、はい、それが、まあその、その中国にある日本人学校では、中国に存在する学校だからっていう、個別の問題もあるっていうわけにつながる今回、6月24日に蘇州で起きた事件で言いますと、警察は偶発的な事件だと判断しているっていうことなんですけれども、うん、中国の外務省は、 反日感情とは無関係と説明しているんですよ、ね、そうですね、実はです、ねえー、同じ6月の10日に、はい、今度はあの中国の東北部、吉林省の吉備ン市の公園で、はい、アメリカ人の教員ら4人が、やはり刃物を持った男に襲われて負傷してるんですよ。<う>で彼らはあのアメリカの大学から中国の学生向けに今、勉強をしているために派遣されてたんですよね。<ー>で、この時も容疑者の中国人の男は失業者とされてます。うん でこのアメリカ人が襲われた事件、でええ、今回の蘇州で日本人の母子が襲われた事件、ええ、まあアメリカとの関係や日本人との関係が影響していると私は思いません、うんまあ思いたくもありませんよね、うんただ、アメリカ人への切りつけが起きた直後に、今度は蘇州で日本人母子の切りつけ事件が起きたんで、まあ、中国当局としては、ピピリピリしたわけですねその2つの事件の容疑者は、それぞれ失業している。 という話もありましたから、はい、やっぱり社会に対する不満をね,、うん、ね持ってて、でまあ、それが動機なのかなって、やっぱり見,見ますよね日本メディアの報道によると、現地の捜査当局が日本政府に、やっぱりそういうふうに伝えたみたいですい容疑者の人物,像人物像については、はい、今、多摩さんおっしゃったように、まあ、別の町から訴師に出稼ぎに来てたと、うん、まあ仕事や家族がいなくて、なくて、えー、孤立感を深,、ま、深,深めていたと、はい、こんな説明なんですよ。はい つまり外国人日本人を狙った犯罪ではないということを強調しています<ー>アメリカ人を襲ったあのキツリンショーでの事件も同じだったんですよ私はこの説明を疑うわけではないんですが、ええ、やっぱりどうしても事件の起きた犯人は事件の起きた町のもんじゃないと で犯人はよそ者だとか、ははは社会全般への不満が犯行動機だっていうところを強調してるんですよねで街の安全性やその、市民の間の排外的な感情といった懸念から、まあ、なんかそこから遠いところ遠いところで沈静化を図ろうとしてる、まあ、そういう意図を感じてしまいますねそれはなぜ感じるんですか、はい、あの蘇州での今回の事件の直後に、ええまあ、中国のソーシャルメディアの間では、<ん>強行に及んだあの容疑者を称賛する声があふれていました。ええ ま,あ反日まあ、そまた、偏った愛国心に名を借りて、あ反抗を美化するような内容なんですよ。例えばですね、今回、身を挺して亡くなった中国人の女性については、あの女は日本のスパイだというふうな。えー でまたあの負傷した日本人の親子を刺して、まあ、ざまあみろって言った格好もあったんですよ。ひどいただ、ですねあの心ない人間は、うん、まあ残念ですけど、どこでもいると思うんですよねその中国に限らずってことですか私もここで中国の中でものごく一部だという私、信じてます。うん、はい、うん あの当然まあこれら書き込みは当局によって削除されて中でも特に過激な内容についてはアカウントそのものが閉鎖されてますね、うん、で今回の事件ではスクールバスの案内係故雄平さんが犯人に刃物で刺され亡くなりましたで報道によるともしあの時犯人を止められなかったらもっと多くの被害者が出ていたとまあ目撃者が話しているということですよね。うん、そうでですね、うん、で中国の S の上ではあの SNS 上は当時の映像があ拡散され されてます。はいで、バスの乗降口の前の路上で倒れ込む。この女性、はい、この幽閉さんですね。まあ、それを懸命に介護する人たちの映像です。とても生々しいもんですよね。はい,はい、そのこう幽閉さんの死を悼んで、その行為を称賛する動きが中国と、そしてここ日本でも広がったんですよね。はいで、地元蘇州の市役所は一昨日えー、2日ですね。ええ この雄平さんに、えー、模範的行動した市民としての称号を与えました、<ー>つまりあの正しい行動を勇敢に実行したとてうう認定しているわけですよ。はい、で一方で,です、ね、ここからポイントなんですけど、うん、中国の国内や、まあ、外国にいる中国人社会からはです、ね、孤、うん、さんをこういうふうに市民の模範とか、また英雄にするような、まあ、当局のやり方には疑問を投げかける声も出てますね。<ー>つまり、ええ、ごく普通の市民を突然ヒーローロ まあヒロインに祭り上げて国民の模範にしたり、はい、中国人の誇りをこう駆り立てるようなやり方がふさわしいのかと、うん、何よりもやっぱり亡くなった彼女自身がそれを望んでいるのかと喜んでいるのかという問いかけのような気がしますね。うんうん ただ、今出てきたその中国人の誇りとか、中華民族の誇りっていうと、習近平主席がこう進めてきた路線になんか沿ってる感じはね、ありますよね、なんか政治利用してるのかなって,われてないう思っちゃいましねあのここから想像なんですけど、亡くなったあのバスの案内係の雄兵さん、彼女は毎日毎日顔を合わせる日本人の子どもたち、児童、生徒たちをやっぱり心から愛したと思いますね。子もたちもバスを乗り降り降するときに まあ片言の中国語で例えばニーハオとかシエシエとかサイチェンっていう言葉を投げかけてある意味その,その場では小さな日中交流が出来上がったと思うんですよだからえ子さんは危険を顧みずに子どもたちを守ろうとしたとと命を落としたとですまあ私はいろいろな思いがあるかもしれませんけどその純粋な思いこそ大切にしたいな尊重したいなと思いますね。はい ここまで飯田和夫のブラッシュアップお送りしました。飯田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。樋口清憲です。僕が喋る我思うゆえに我あり。が、ラジオを飛び出して、ポッドキャストで放送中です。僕の持論哲学を、R. K. B. アナウンサーの武田紗英アナと喋っています。固定観念や規制概念をぶち壊す。壊すポッドキャスト番組。 我れ思うゆえに我れあり。ぜひ、お聞きください。